皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。本日はですね、私の方のクラスの低糖質ダイエットパンを楽しむクラスからこちらの方のパンのご紹介です。シナモンアップルロールですね、はい。こちらの方はですね、成形もこちらのクラスで楽しんでいただきたいと思ってまして、そちらの方をぐるぐるっと巻いた形の成形を楽しんでいただくためのクラスになってます。で、厳密な糖質制限の観点から言うと、リンゴそのもの例えば4分の1でもですね、8分割するんですが、入ってると、本当はね NG なのかもしれないんですけども、私のクラスは割とゆるっとした感じで、少しずつ体重を起こしていきたい時に、使う糖質制限ということの方が多いので、こちらの方では、リンゴとあとくるみとあとラカント S を使った形でですね、シナモンアップルロールを仕上げていってます。で、ちょっと変わったね成形とかやりたい方、あとこんな風にですね、低糖質の方のホイップクリームなど作っていただいてると結構味は普通のパンっぽいような形になりますので、そんな楽しみも増えるかと思います。